可愛いですよね、これね。わお。誕生日プレゼント俺だよってね。可愛かったな、あれ。米叩いチキンライスにするんだったらさ、結局、あ、でもすんのが足りてるんだね。あ、俺は大丈夫だ。お米与えたら攪拌しましょう。うん、うん、うん。大丈夫、うまいです。笑ってんねん。あれだね、あのマネージャー陣、いすみ先生的にはどうですかって聞かれるやつだね。うん、大丈夫、怖いよ。怖くない、怖くない。俺結構見てんのかな、だから意外とどこのシーンか結構わかるんですよ。セリフで何を当てられる。おー、やってみる。どうしようか。毎週可愛かったね、コウキがね、本当に。第1問はい、ダダン。邪気扱いすんな。ガキ扱いすんな、結構言ってない。言い方が違います。ああ、なるほどね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ね、なんだろうな。ケーキ食べてるシーンにもあったんですけど、それ確かね、子供扱いすんなだったんですよね、そっちはね。ガキ扱いすんなは、ちょっと待って、ちょっと待って。第何話だっけな、いや、なんかもう一個あった気がするんだけどね。正解は何ですか。正解はあれです。スワンボートを入れてきます。あーね。天沢さんが手出してくれるやつね。はいはいはい。だそうです。これいいね。このちょっと、これを完璧に答えられるような、なんかね、シュガード検定みたいなのやったら面白そうですね。誰がやんだよ、そんな。天沢さん、お誕生日、おめでとう。なんでさ、あ、オッケーオッケーオッケー。これ多分難しいよ。めっちゃいい。どうぞ。何でしょう。めっちゃいい。 それは料理シーンですか。違います。じゃない。決めたみたいです。めっちゃいい。あ、これ結構むずいぞ。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。ヒントはななみちゃんがいます。ちょっと待って、ななみちゃんかい、はいはいはい。ちょっと待って、これ絶対無理だな。あれだ、キュウリを取って、なんだっけ、天沢さんと行きたいみたいな話したら、そんなこと言いたかったっけ。それはその後です。その前、キュウリを取ってる時に、これで天沢さんに料理作ってあげたらで、そこで妄想のシーンに入る。あ、そうだ、キュウリが、そうだ、キュウリが降ってきて、めっちゃ笑顔のシーンを思い浮かべて、めっちゃいい。あーね、はい、しっかり。うわー、でもちょっと三角じゃない、結構ね、いい線引いてる。いや、もういいこれはね、難易度高いからね。これ楽しいわ、これどんどん出してこ、この問題。あ、すごい、めっちゃバター溶けてる。うるこ、どんどんやん。はい、じゃあ、ここで問題です。はい、どうぞ、でれん。お前、いい人すぎだろ。あ、あんた、いい人すぎだろ。あ、聞いたことあるぞ。俺、聞いたことある。あんた、いい人すぎだろ。まあ、天沢さんに対してのあれでね。まあ、そう。天沢さんが何したんだっけな。あんた、いい人すぎだろ。これ、いざ出されると全然わかんないもんだ。おっと、聞いた覚えはあるんだけどね。あ、すぎだろ。ヒントもらおうか。ミートボール界です。ミートボール界、ミートボール界ってことは、いいんじゃない。どうやってやるの？箸。いや、入れてみ。認められた。ミートボール界、ミートボール界。箸でよ。え、あのデートする会だよね。そうだ。これ、あ。いすみくんと天沢さんが一回別れるんですよね、公演で。そうですね。別れる。一回別れる。別れるっていうか、一回解散して。破局したの？破局ではないです。普通になんか今日。で、その後、陽平くんと話すくだりがあり、で、陽平くんが公演から出てったところで天沢さんが走って入ってくる。はい、戻ってきた。に対しての、あんた一曲振りだろ、どうしてっつって、なんか
明らかにテンションが違ったって言われて、いや、もう一緒すぎだろう。でかい。でかい。おお。まあ、半分ずつですね。まあね、結構ヒントもらっちゃいましたからね。すでにバシッと当てたいところなんだけどね。このクイズ楽しいな、これ。ちょっとどんどん行こうよ。てめえは作れよ。俺がね、一番何もやってないから。熱いよね。手袋、ね、やっぱり、いつみくん的にはおすすめは味噌汁ですか、一番。まあ、そうだね。味噌汁ね。作りました、皆さん。何倍でも飲める。かわいするだけですね。昨日もさ、シュムラで20分。うん、美味しいです。使ってるよ。美味しいです。いやー、美味しいお茶ですね、本当に。このさ、オリーブオイルのこれ期限がさ、後期の誕生日で知らねえよ。へえ、知らねえよ。めっちゃどうでもいい話。知らねえよ、ガキ。じゃあこれ食べていい？いいよ。なにこれ、絶対うまいじゃん。どんなクルーズ？うまっ。よかったね。まあ、それバターたっぷりですね。あ、これやばいわ。バター多いのやっぱうまいね。やばいやばいやばい。こんにちは、関田君。いい子、いい子。これいい焼き加減だよ、これ。かわいいよ。みんなも東京駅で売ってるんで、よろしく。僕も買ったこのワンワン T シャツと、あとこのカップと、あとなんだ、公園デートの時のあのお箸とかスプーンとかのセットと、あと何がありましたっけ、クリアファイル、アクスタ、あ、ランチトート、あのカバン、ちっちゃいやつとかいろいろ出てるんですけど、皆さんもぜひ。どうしよう。もうちょっとこっち。うん、おいしい。なんかめっちゃいい匂いするんだけど。ほら、上手にできた。いいよね。もう今日これ食べたら帰る。こぼしたー、こぼしたー。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。めっちゃティッシュない。かわいい。いや、これ美味しいです、このお茶。まあ、やっぱなんか、ね、このカップで飲むと美味しいなっていう気持ちです。病院行った方がいい。落ち着いてもらっていいですか。